マーシュ、ナメルだ。早く、村のみんながお前たちを待ってるぞ。ごめん、寝坊しちゃった。16歳の成人の日がこんなに慌ただしいなんて、全く悪い予感しかしないわ。喜べ。伝統にのっとってお前たちは今日から村守備隊の任に就くのだ。伝統ってこれ本当に強制徴兵じゃないの？私たちより1年早く村の番犬になっただけなのに、何その態度、ムカつく。うるさいぞ、早く来い。あれ村の入り口で何か、あれは帝国の兵士？何？守護神に敬意も払えぬ勇敢たる村長、最後にもう一度聞こう。守護神に歯向かう魔女はどこの村でかくまっているのだろう。な、何を言っているのだ。この村にそんな娘などおらん。村長、ゲニュー、早くお父さんを助けよう。やべ、くそ、大勢で囲みやがって。あの人どうして私を睨んでるの？魔女よ、ようやく現れた。聖教軍、拘束しろ。私は魔女なんかじゃないわ。グニル、マシュ、アメルダを連れて早く逃げるんだ。クソ、なんだこの状況。お前たちは何者だ。待て、どこかで見たことがあるぞ。私か。私は神の代言者、守護神のしもべ、シベリル帝国の大司教ガンビーノ。おとなしく魔女を私に渡せ。さすれば慈悲深き守護神はあなたたちをお許しになるだろう。何もしないのに、どうして、どうして私？はははは、魔女よ、貴様の存在そのものが守護神に対する冒涜なのか。なんてひどい神だ。お前の言う守護神とやらは目も耳も不自由な盲目の神なのか。お前らそんな話をしている場合か。あいつら追い返せ。アメルダを守るんだ。ここここ。何の役にも立たないぞ。早く逃げろ。もう、最初のステージは逃げないといけないって誰が決めた？信じられない。なんだこの魔女は一体何を言ってるんだ。このクラクラする感じは一体、まさか魔女の呪いか。アメルダが何を言っているかよくわからないけど、敵も混乱してるみたいだね。
アメルダのツッコミはどんな攻撃よりも強いからな。ツッコミには才能が必要なんだぜ。マシュ、アメルダのツッコミだけじゃ敵を倒せねえ。早く彼女の援護に回ろう。一人で戦わせるのは危ない。行くぞアメルダ。そっちに行く。神は慈悲深い。だが神の下僕として私は神を冒涜する全てのものを相当し、神の道からを代弁するのだ。私の計画を妨げることはできない。光の勇者たち、ラングリッサーを守護する騎士たちよ。そんなバカな。ラングリッサーの力だと。バカな。アメルダが光ってる。私は失楽の光の女神ルシリス。私の願いを聞いてください。光の女神、どういうことだ。アメルダの声じゃない。暗闇の封印が破られました。魔剣の影が再びこの世に忍び寄っています。聖剣はすでに破壊され、折れた剣は復活の時を待っています。我がしもべをジェシカを探すのです。彼女があなたたちを導くでしょう。宿命の勇士たちよ、私の手を取りなさい。早く彼女に。これは私の最後の力。英霊たちよ、私たちの希望をお守りください。
たち全員覚えたぞ。お前たちは我が敵だ。一人も許さん。オーゼル、光は必ず闇を倒す。幻がほざくか。それなら試してやろう。計画通りだ。魔女が消えてしまいました。どういたしますか。この異教の女神を相手にするには私の力は消耗しすぎた。逃げた魔女を追跡することさえもできん。この村を全部浄化せよ。老若男女一人も残すな。守護神の怒りを鎮めるのだ。守護神は我々が剣を罪なき村人たちに突きつけることをお許しにならないでしょう。この村は私が預かります。ボタニクス将軍、どうしてここに。しかし将軍。構わん。ボタニクス、帝国の将軍は守護神を冒涜する異教の魔女を見逃すことはない。そうだな。もしその魔女が守護神の敵ならば私が必ず捕らえましょう。お任せください、大司教様。では吉報を待つとしようか。また会おうぞ将軍。村、とりあえず何とかなったか。国王にお知らせしなければ。